骨盤の重さを、はいはいはい、30キロでした。なるほどね、骨盤30キロ相当。これ何が違うかっていうと、これに対してこれだと、うんうん、ダメなんですよ。はいはいはい。なんだけど横に引くのに対して下に固定してるから、なるほど、ね、この筋力に関してはあんま関係ないんですよ。はいはいはい、はい、だから本当はもっと引けるのに、ただ自分が動いちゃうよって人はこれ有効なんですよね。はあ。これだけでパワーアップしたか今。すごいね、30キロ増量しちゃった。増量ミスしちゃってるよ。でこれはこういう感じでチョップみたいな感じして、はいはいはい、はぁ、あ、何も見えない。こうして、あ、おもろ。これは天才的だわ。10 11 12 13 14 15 6 7 8 9。これはやばい、これは頭いいわ。これはね、全然違うから、位置動かなくなりますもんね、これ。試しにこの重量ができるかどうかちょっとやってみてほしいんですけど、しかもここ押さえながらな、でここ持ってここから、そうそう、引き切れないですよね。引き切れない。で、これをぶら下げると、まさか、できちゃった。痛そう。うわ、これがでも 俺が具現化して出した鎖なんで。あ、具現化、待って待って、クラピカ、はい、アザピカいたんすね、この通り。ジャッジメントチェーン出てきたんですか。ジャッジメントチェーン刺します。怖、マジで。20回やらなかったら心臓に刺さる。無防備みたいなんですか。やだって。これ持田さんにしか使えないように、あれ念能力、念能力されてるんですか、これ、はい、これお客さん使ったらどう思います。僕、俺が死にます。いやで、こっちか、こういけばいいの。そう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 。いやでもさすがにな、さっき全然引けなかったから。でも今バダーミーですよ。バダーミーなんだけど急にダサくなりません。僕ただのデブじゃないですか。で若干こっちの足引くといいですよね。ちょっと引、あ、そうそうそう、この状態だといける。ほら、いける、引けるわ、引けるでしょ。3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20。 OKOKOK、 やばい、肩外れたかと思ったらそこがリアでした。あ、そうそうそう。なんか抜くとリアピン、抜くとリアだこれ。あ、面白いわこれ。変に耐えちゃいけないですね。あ、もう、まあ、ケーブルはなんか俺は結構引っ張らせちゃう。すごいわ。一瞬もう、ダメだ、俺耐えれないやつなんだと思ったら、いきなりリアが痛くなり始めて。あ、これリタイアかなと思ったら、すげえ。やっぱ重さだな、これ。そう、重い方がやっぱりね。あ、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた足を。はい。来週、来週お待ちします。そうです、週1って言ってましたからね。ありがとうございます。これで D さんうつ病になったら面白いですよ。また足で働き。お、すげえ。2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9。ナイス。聞くね、これすげえな。一回抜いちゃった方がいい、いいですね。あ、そうですね。なんか抜いちゃうと、抜いちゃうとローテータカフだけに引っかかって、そう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 。総合の、受け止めてられるってことは総合に乗ってるってことですもんね。なんかダンベルって揺れちゃうじゃないですか。はいはいはい、ケーブルって絶対揺れないから、うん、抜いていい。抜いちゃった方がいいなこれ。これもやっぱゼロ逆っすよね。いや間違いない。結局、そこで抜けちゃったと思ったらこれ違うわと思った瞬間にもう終わりなんですよね。引いた時に入ってりゃいいんじゃないって感じ。あ、そうそうそうです。よし。これすごいぞ。よし。そこの人多分痛いと思う。はいはい。この人いいんですよね。ちょっと軽く握ってチョップ。そうそうそう。握りやすいんですよ。あ、いいわ。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、いいね、5、6、7、8、9、 OK。 おお、これはやばい。リアカチカチじゃん。リアカ、なんか左肩完全外れてましたもん今。これにありました僕のリアすげえこれ、あの本当にこれリアのストレッチとか苦手な人は絶対これ向いてる。力抜くだけでいいんで、こっちはなんかやっぱりその軽いダンベルとかでやるのが流行っちゃってて力抜けなくなってますもんね。わかる、これすごいわ。最初めっちゃ怖い、でもあー抜けたと思って終わったと思うんですけど、ありがとうってなりますね。ローテとかありがとうですねこれ。そう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 、え、思ってる以上に肘の関節も全部遠くの状態で引くってことですもんね。あーなるほどね。脱力だ結局すると結局脱力しきれてないんですよね、みんな。そう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 。でプラスさっきのあのライン、肩甲体ごと動かして肩甲体が外で固定されてる状態で引くから初めてリアに入るってことですもんね。あとは抜いてもこっちに引っ張られてて、こっちに引っ張られてたら危ないんですよ。はい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 。こっちだから別にあの危ない方向にはないです、ね、こっちだから抜けるはずがないんですもんね、方向的に。すごい、これ鉄棒で言ったらこの状態してくださいって言ってたわけなんです。はい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 。ただ伸びるのか勝手に。そうそうそう、確かに。しかもラットプレイやってても結局なんかサンドの状態痛いっていう人とかいますもんね、硬くなりすぎてて。ああいます、ね、伸ばした時とかに、はい、だから身長率が足りないんですよね。力入ってんだよ。はいはいはい。すげえおもろいこれ。重いの持って力抜いた時初めて効いたなって感じがするんですよ、うんうんうん、それが多分アウターじゃなくなるんですね一瞬。そうか、骨格に乗って、あ、そっから始まるっていう。そう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 。だからリフターのそのなんかポーズとか綺麗なんですよね。リフターうまいっすよね。リフターマジうまい。リフターのアップのベンチプレスが結構理想だったりする。はい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 。あのポンポンポンって始まってますもんね。そうし。2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9。ナイス。すごい。入れてて、これで2セット終わりか。これなんか左連続で 2回やったはずに。あ、どうでした？え、やってる？右からやりませんでしたっけ。右からやって左、次右でやるはずが。そうだった。あ、じゃあ右が張ってたから左なのかなと思って、はい、ずっと右張ってるのすごいな、マジでずっと張ってたんだそう、あれなんかどっちだったっけと思ったら分かんなくなりますよね。右が効いてるか左かなと思った。はいはいはい。しかもなんか筋トレのパンプって面白いのが、時間を置くとめっちゃパンプしてきますよね。わかる。一時的なものでやっちゃって筋肉が緊張して血管が萎縮してるから、解き放ってる方が足が飛びそうだね。あ、そうそうです。よいしょ。でいいよ、ほっと。で、このとこで、はあ、そっかそっか、右だったね、本当はね。そうですね、なんか新しい感じします、今新鮮新鮮ですよ、これフレッシュだ。1、2、いや、入った。教師なくて初とも。でしょ、やばい。7、8。あ、しかもこれもう体ごといっちゃっていいの。いっちゃったほうが。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。うわー、これやばい。やばい、1セット前の自分に戻りたい。全部最初から外せって言いたいすげえ。よいしょ。なるほど、肩の概念が変わるな。次が右になるのか。あ、そうです、そうですね。で僕は次左で正規ルートになるんで。え、ってことは右右で終わりってこと俺。右やって左左右。あ、これ3セットやるんですか。そうです。あ、じゃあ最後左右で終わりじゃないですか。
また左やんの？左2セットしかやってない。あ、これ右を3回やったの今。これが今2セット目をやってる途中です。そういうことか。そうっす、片側であの2セットやってます。あのやってる関西になってます今。片側さん、片側さん今、片側さんっす。え、こっちっすよね。そうそうです。やばいやばいやばい、減量マッキー。4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9新鮮。さっき20引けなかったもんね。そう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 、なんですよ。だから多分疲労しましたあれ。2回連続でやったから多分疲労しましたあれ。そりゃそうだよね。そりゃそう、そりゃそうですよ。急にそんな出力落ちるわけないもん。そうだよ、本当におかしいなと思ったんだ。やばい、これすげえ伸ばされる。しかも背中気持ちいいわ。俺なんて気持ちいいんだか。いいよ、これやばいですね。週5でこのジム来続けて1年間過ごしたら仕上がり体重100キロとかになってそうですよ。100キロいけますね。絶対いけますよね。環境は整えてるんで。間違いない、環境は整えすぎてね。確かに。いやでもなんか僕の中でなんかどこにでもあさみさんいてくれればいい気がしますよ、ね、俺がいた方がいいですか。いてくれれば終わり。いや多分公園でもいい。公園でもあさみさんいてくれれば終わり。よいしょよいしょよし、よし、1、2、3、4、上手くなってる。5、体重ごと6、そう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 、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。ああ、やっぱいいっすね、1セットずつやるのは。1セットずつ片側ちゃんとやるのいいっすね。なんで俺片側ばっかいじめちゃった。やっぱ片側さん好きなんですよ。やっぱ片側さん大好き。片側さん大好きっす。もうああいうねバリッと仕上がる人好きだから。そう、間違いなく片側さん。片側さん、片側さん、近藤さん、あ、はいはい、矢野さんのこの最初はこの3人ですもんね。あ、作りたいみたいな体。はいはい、近藤さんも胸ギチギチですもんね。近藤さんもバリバリですよ。いや、みんなバリバリだから。そこにこだわって俺サイズアップできてなかったんですよ。ああ、確かに確かに。なんかそこのそういう勝ち方にこだわりすぎて、前半が、で後半はでかくなりたいと思うようになったんですよ。うんうんうん。そこから飯の量増やしたりとか、やっぱそこか、重量持つようになって、やっとバルクついたねっていうふうに言われるようになったけど、はいはいはい、やっぱ目標値って大事ですよね。意識がちょっと変わるといいかもしれないですね。うんうん。ずっとそこから抜け出せないと、うんうん、なんかでかいやつに出会った時、でかくて仕上がったやつに出会った時に、うん、なんだこれってなるんで、結局そう、今9年間そう思ってます。だから来年はもう変えますよ。でもでかくなりましたよね、だいぶね。あ、そうですね、去年からと比べたら。さすがにめちゃくちゃやってますもんね、今ね。そう、やっぱこれが大事。やっぱ絶対来年75キロ仕上がりっていうのはもう絶対いけると思って。一緒に筋トレしてて俺より辛いことやってるって本当思ったのもちろん初めてですよ。あ、超嬉しいです。レップ数のね、まずね、はいはいはい、レップってやろうと思えばできるじゃないですか、うんうん、重いのは物理的に上がんないとか、はいはいはい、比べようがないけど、30RM とかってなると、うんうん、いやできるけどできないよっていう感じになってくるから、うんうんうん、そこに超高重量を坂本くん持ってきちゃいましたよ、あれ。マジクレイジージャーニーだわ。やっぱそうなってくるとサイズ出ますよね。そうですね、やっぱあそこだわ。重量と回数と両方増やしていく、増やしていくと思うんですよね。いや、いいわ、いい刺激だ。それのちなみに俺どっちやればいいですか、次。次多分左おじさんじゃないですか。左やって右やってればいいですか。終わりなんだ、さっき。そうです。え、じゃあ今から左やる、今から こっちの左をやる、で右やって終わりです。3セットずつ。完成ってことです。危ない危ない、全然わかんないんだよ。やばいやばい、どっちが減量してるかわかんないですよ。マジはどっちか4セットやってないですか、これ。いや、大丈夫大丈夫。え、大丈夫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 。1セットずつ休むことがないからね、いつも。あ、そっかそっか、いつも連続でやってるからか。そっか、両側さんなんですよ。俺、両側さんなんだ。俺右左弱いんですよ。はい、あ、右左弱いんだ。こう見たらこっち右じゃないですか、はい、なんでこう見たらこう逆になっちゃうのっていうか。あ、はいはいはい、鏡で見ると逆になったりするじゃないですか。はいはい。あ、例えば、まあ、鏡だけですけどね。車のミラーあるじゃないですか。あ、はいはい、ああいうのとかどっちから来るかわかんないですよ、結局。あ、で鏡ですね、全部鏡に弱いんですよ。鏡に弱い、ここ鏡ないっすね、浅井さん。
全然言い訳にならなかったいや、危ない危ない、6波をだからマジ何でも6波したからもう左でしたっけ危ない、そうです左です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、いいね、フレッシュだわやっぱ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。危ねえ、危なかったでしょ、危ねえ、今あるでしょ、危ない危ない、片側、片側さんだよ、片側さんだよ、片側さんやっちゃった、危ねえ、危なかったよ。よいしょ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。強いね。いや、片側さんいらなかったかっすね、今。なんかやっぱりローイングってなるともう一気に力があれそう体重関係なくなるから。あ、確かに確かに、一気に同じになっちゃいますねいやでもマジプレス、プレスはもう体重っすもん、マジでプレス。そうそう、なんかでも安定感が全然違う。はいはい、70キロ台後半と80キロ台後半だと、はいはい、本当に別人ですよ。あ、やっぱ違うんだ。全然違う。確かに80後半でプレスちゃんと頑張った時ないな。いいな、80後半のプレス強いお兄さん、いいな。でも結局減量したら結局体重落ちるんで、はいはいはい、多少上がんなくなっちゃうんですけどね。でもそこで維持できたら本物っすよね、マジ。そこで結構マシンに切り替えたりしてうまくこう、あ、立ち回っていくか、ちょっと変化はしていくんですよね。甘んじてそれでもやるかっていうところは迷いますよね。はい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 、マシンって基本やっぱり最初から最後まで同じ重さでできちゃうじゃないですか。うん、うん、だから同じ伸ばせるときに伸ばして、うん、もう伸びないときはマシンでいくかとか。はいはいはい、でも結構そういう人多いですもんね。そうなんですか。なんかあのトップ選手とかもあの増量期のときにあのディティール作りをしちゃって、あのフリーウェイトでであのコンテスト陣に入ったのもマシンに切り替えちゃってっていう人結構、特にあのバーベルスクワットが結構多かったですね。なるほど。もうレッグプレスとかそのエクステンションとかマシンハックとかに切り替えちゃってっていう、まあ、最後の1ヶ月だな。あ、うん、そこまでは、ね、落ちないですよ、そこまで。すげえな。あれこれ右、最後右これ次が右です。そうですよね。危ない危ない危ない、いや危ない、左右はちょっと怖いっすね。わけわかんなくなっちゃうんですね、これ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ナイスね、強し、よいしょ。すごいな、もう背面の筋肉がゴリンゴリンしちゃったもんね。マジで背中の音つやばいな。ほんとここの厚さっすよね、これ。うん、今回のなんかチーニング、はい、2種目入れてて、はいはいはい、こっちやっぱつきましたね。あー、やっぱつきますよね、チーニング。チーニングも一切やってなかったから。あ、やってなかったんすね、去年は。もうあのコンテストが終わった、はいはいはい、1ヶ月後ぐらいからもう全メニューを変えました。うん、チーニングも今すぐやってる。あのこの前背中トレーラー上げたやつですか、この後ろに足もたれかかった。そうそうそう、荷重22キロとかいやマジですごいわ。でも今増量末期でその重量できるってやばいですよね。でもなんか思ったんですけど、筋量がちゃんと伸びてる場合軽くなっていくんですよね、そのチーニングは。うんうんうん、筋力が強くなってるんで。そうですよね。で、脂肪との割合が結局入れ替わってるはずなんですよね。そう、だからベンチも強くなってる、チーニングも強くなってるって言ったら正しいんですよ。はいはいはい、ベンチ強くなってて、チーニング弱くなってたらさ、脂肪が乗ってるだけになっちゃう。はいはいはい、なるほどね。そこら辺でやっぱ判断しますね。はぁ、そうするとちょっと減量挟むようなイメージですか。挟むというか、もうこれは以上増やしても意味ない。あー、なるほどなるほど。チーニングも伸びて、ベンチも伸びてたらもっと伸ばしてやろうってなって。はい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 、おもろいな。いや本当に増量入りたくなりますね、これ早くもういいなぁ。食うのが嫌だ今いや、あのレバー一生食えるけどな。よし、1、2、3、4、5、6、7、8、
9、10、11、2、3、4、5、6、7、8、9、20。おしゃー、超効く、バカ強いな。よし、いや、いいわ。ケーブル、まあ、全然ダンベルと負荷かかり方変わりますね、やっぱ。安定するんですよね。安定する、安定する。結局、一箇所に絶対引っ張られるから、もう揺れたりしないんで、ビーンっていくんで。はいはい。しかもやっぱ収納負荷がちゃんとかからないですね。そう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 、結局収納負荷なんですよ。うん、引いた時にかかるから。よいしょ、すげえ。